はい、皆さんこんにちは。今日もランチシミュレーターやっていきたいと思います。ですね、前回は家を全部作ったということで、まずはこちらですね、餌と豚さんの報告から見ていきましょうか。豚さんこんな感じですね。あ、いっぱいだな。もうちょっとここまで来ると画面がかなりカクカクですね。他を見ていきましょうか。鳥さんも結構増えてきたような気ますしますね。あ、小豚さんもいっぱいいる。ということで、こっちの餌場も見てみましょう。よいしょ、あ、もう餌がほとんどないですね。さあ、こっから見た感じはこんな感じですね。もうどこ行っても大きい豚さんですね。肉にしたら最大限まで取れそうな感じの大きさですね。死んでる豚さんは今のところはいないかな？大丈夫そうですかね。さあ、あっちの方も見ていきましょう。動きがちょっとカクカクで目が痛い感じですが、そちらはどんな感じかな？録画の方はわかりませんが、よいしょ。こっちから見るとこんな感じですね。もう豚さん、あれ、ここらもう動けなくなってますね。水と食べ物若干減ってますので、餓死しないか心配ですが、まあ大丈夫しそうですね。はい、鶏さんの方もちょっと見ていきましょうか。こちらはまだ牛さんと鶏さんのところ餌はありますね。で、卵をついに前回集めたんですけど、この中にひよこさんが入ってるな。ひよこさんが入ってましたね。卵を集めたところにひよこさんがいましたので、ちょっと移していきたいと思います。よいしょ。なんか4羽かそこらいましたね。もうちょっといるか。すごいな。卵からしっかり帰ってましたね。繁殖用の方ですね。そちらの方も卵回収しましたので、ひよこさんがいっぱい生まれてました。よし、この中に戻しておきましょう。よいしょ。結構多いな。もうやばい。これ、一体いつまで、お伝えできるか分かりませんね。よいしょ、もうめんどくさいので、ちょっとこいつらは、この中に入っててもらいましょう。よいしょ。こいつらを入れてたら、ずっと本題の方に入れませんからね。はい、こんな感じで入れておきましょう。さて、今回の本題なんですけど、8月下旬ですね。に、アップデートでお馬さんが来るということなんですけど、海外の人でちょっとお馬さんとかと遊んでる人がいたので、なんでかなと思ったら、ベータの方ですね。ベータの方導入できるみたいですので、導入してみました。ベータのやり方は概要欄の方にでも貼っておきたいと思います。で、ベータの方で、アンステイアブルブランチかな、そんな名前でありましたので、やっています。で、こちらを見ると、一番下のここですね。ここの最後の方に、トレーニングパドックっていうのがあって、これが多分、お馬さんのやつだと思うんですけど、こいつを立てていきたいと思います。豚さんの横ですね、に立てていきたいと思います。回転は、あ、回転若干できるんですね。ということで、立てていこうと思います。ドン。さあ、こちらの方は、板材が100と金属が4という、ちょっと微妙な数字ですね。これ、中の、こういうやつも、込みですかね。では、こちらの方を作っていきたいと思います。で、多分、材料が足りなくなるので、少し買っていきたいと思います。それでは、完成の方まで飛ばしていきます。目になりました。ちょっとガソリンとか入れに行ってたら、遅くなりまして、もう真っ暗になりましたので、2日目の朝をに完成させたいと思います。そして、うわ、なんで、小豚が漏れてる。小豚が漏れちゃってますね。困ったな。捕まえて、もう中に多分入れることが不可能ですので、多分出てくるやつの方が多いので、あ、そしてすげえカクカクだな。ちゃんとお伝えできてるかわかりませんが、2日目、こんな感じですね、豚さんは。もうやばいな、これ。この豚さんのおかげでもう、パソコンが限界に来そうですね。
そろそろこの豚さんの王国の、結末を考えないといけないかもしれませんね。よいしょ、はい、ここから入って入れときましょう。あれ豚さん増えてるぞ。食用に考えてた豚さんのところが微妙に増えてますね。あー、メス豚がいる。あのちっちゃい赤ちゃん豚さんがメスだったんですかね。まさかのここで繁殖し始めましたね。まあこれはまずいぞ。またえらいことになると思います。まあとりあえず放置でいきましょう。よいしょ。さあそれではですね、本題の方のお馬さんのパドックを作っていきたいと思います。木があと22ですのでもう全部足りると思います。よいしょ。これであとどれぐらいだ、あと6ですね。ここに2だけあるのでちょうどいいか。これであと1束入れれば余裕で完成ですね。よいしょ。はい、完成しました。パドック完成しました。ちょっと見ていきましょうか。で、コメントにも何人かいただいたんですけど、草を買った方がどうだろうってことで、草刈り機も一応購入してきました。まあ、草を刈るということをあんまり考えてませんでしたので、購入してきたので暇な時にでも買ってこようと思います。よいしょ。ここは、馬で飛び越える感じなんですかね。よし、では、次に馬を買いに行ってきましょう。馬どうだろう、そのまま買いに行ってもいいかな。では馬を買いに行ってきたいと思います。お金がなかったのでちょっと、作業場にあったソーセージとチーズを売ってきました。これでですね、一応7500ありますので、馬を買えるのかな分かりませんが、ちょっと購入していきたいと思います。で、馬はですね、こちら、車を買うところにある、この何ですかね、看板ですかね、こちらから行けるみたいです。オークションに参加するのに50かかるみたいですね。わ、なんだ、いきなり始まりましたが、馬にはスタミナ、スピード、ハンドリング、ヘルスの、4つの項目があるみたいです。ただ、もうこちら6000いっちゃいましたね。わ、全然買えないな、こんなもん。スキップしましょう。ちょっと安い馬を買いましょうか。あ、次8000になっちゃった。これもう無理ですね。あ、馬めちゃくちゃ高い。あ、こいつ安いな。スピードとか全然ありませんけど、こいつ安いですね。もうちょっとこういうやつがいいな。こいつを買ってみましょうか。馬めちゃくちゃ高いな。あ、いけたかな。はい、馬買うことができました。こちらですね、ちょっと説明が載ってますね。 H でホイッスルで呼べるのかな。エンターでコンティニューということで、これでいいですね。はい、ちょっと車は置いていっちゃいますけど、あ、こっからスタートになったんだ。そうか、うまかったらここでできたんですね。さあ、これで馬が手に入りました。右のマークが何かよくわかりませんね。シフトで走る。まあ、これはまあ、歩くのと一緒ですね。で、C はなんだ、ウォーク。あ、なるほど。歩かせれることができるんですね。で、タブでなんか入れるんですね。あ、なるほど。アビリティを出せる。あ、食料と水もあるみたいですので、気をつけないといけないかもしれません。スペースで、あ、スペースでジャンプですね。はい、ということで、馬がゲットできました。これ入れてあげないといけない。あ、勝手に入ってった。勝手に入っていきましたね。では、ちょっと乗ってみましょう。待ってくれ。ちょっとこの豚さんの区画のところで本当申し訳ないですけど、ちょっと乗ってみたいと思います。ジャンプだ。早くて曲がれへん。早くて曲がれませんね。落ち着け、落ち着け。よいしょ。歩いて、やばい、馬はまったかな？大丈夫か？よし。ちょっと行ってみましょう。正面から、カクカクすぎて結構きついな。よいしょ。全然外れてるな。ハンドリング、確かにこれないと難しいですね。馬の操作かなり難しい。視点を変えるか。視点は変えられないのか。そっか。では、飛んでみます。この角度ならいけるな。よいしょ。お、飛べた。これで何をするのかはよくわかりませんが、能力増えたりするのかな。
育てることができるのかどうかも分かりませんが、よいしょ、どっか増えたりしてますかね、メーター。特に何にもなさそうなので、よ、まあこれぐらいなのかな、分からないな。今後ちょっと見ていかないと分かりません。そしてものすごく格々だと思います。申し訳ない。ということで、ちょっとこいつで旅立ちましょうか。散歩に行ってこよう。散歩に行ってちょっと軽いところをに行きたいと思います。よいしょと。あ、これで出よう。さあ出ていきます。で、雑貨屋さんの方にでも行ってきましょうか。あっちなら少し軽いかな。あ、ちなみに馬は乗せれるのかどうか、あ、すごい重い、トラックとかに乗せれるのかちょっと見ていきましょう。まあ、ただでも乗るしかないからな。紐をつなげたりがないので多分乗せられないんでしょうね。やっぱり画面がめちゃくちゃ重い。はい、さあここまで来たらちょっと軽くなりましたね。ここから乗っていきましょう。よし、ジャンプもできるし、なかなかいい感じですね。速度どれぐらいだろうな。速度はどれぐらい出てるか分かりませんが、まあ走るより若干速い程度かな。坂道ではだいぶ遅くなりますね。よし、こんな感じです。一応どうだろう、ここで降りたら、売ったりもできるのかな。ちょっと見てきましょうか、せっかくなので。あ、お馬さんを売ることはできないみたいですね。あ、いなくなってるからか。これちょっと見てよ。H でホイッスル。はい、ガンムシですね。全然来てくれませんね。はい、ホイッスルしても全然言うこと聞いてくれません。これ、夏気度とかがあるのかな？わかりませんね。よし、今のところ、あ、ここにも看板あるから、ここでも、あれか、オークション行けるみたいですね。そうか、そうか、ショップ系は結構あるのかもしれないな。では、お馬さんを戻していきたいと思います。よしよし。ここから、近道をしよう。これで走ってみよう。走る速度もこんなもんですね。よいしょ。 お水と食べ物が必要なんですけど、これ餌場をつけないといけないのかな。ちょっと面倒なので牛さんとかの中に入っててもらいましょう。ジャンプ、うん、こっちから見てジャンプしてみましょうか。よいしょよいしょ。はい、こんな感じです。まあ、特に馬増えたから、あ、牛さんじゃなかったな、馬ですね。馬が増えたからどうってことはないのかもしれませんが、新しいのがとりあえず仲間に入ったので、まだこれベータですけど、ご紹介してみました。で、こちらの方、正式な感じですね。いつ頃、加わるかとかまだわかりませんが、ひょっとしたらもうこの動画上げてるときベータじゃなくなってるかもしれませんので、もしまだ、馬が実装されてなくて早めに馬を触りたいよっていう人がいましたら、ぜひベータにして楽しんでみてください。はい、ちょっと自分のところはもうカクカクすぎてダメですね。よいしょ。あ、豚さんはもう子供が増えそうですね。あ、逃げた、逃げちゃった。ということで、まあ、今日のところはこれぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。